この会で話するのはおそらく2回目ということで、僕の顔は覚えていただいているでしょうか。前回おそらく2年前ぐらいに環境の話で、冬に1回来させていただいて、話をしました。で今回はですね、我々がやってる活動、ね、こっちの方を紹介するということで、できるだけ短くいきたいと思います。ディスカッションの時間を、ね、長く取りたいと思いますので、よろしくお願いします。今日話すこと、これまでの活動、今年の活動、これからの活動です。大阪狭山市のごみ減量対策推進会議、難しい名前なんですけども、これ平成22年の8月に発足しました。発足当時はですね、大阪狭山市の広報誌でもごみ減量についての、報道、こういうのもなされてまして、南川地区市町村の中で数年来1日1人当たりのごみ排出量、これが南川地区でダントツで一番多かったんですね。で、現実にはごみ減量というのができていなかったということでした。で、僕自身は医学部の方で公衆衛生を専門としておりましたので、ちょうどこの、発足の時ですね、ごみ減量、これも興味がずっとあってやってましたので、この会議発足の時に自ら応募して、僕もやらせてくださいというふうにして、参画することになりました。一応このイメージ図、ちょっと細かい資料で申し訳ないんですけど、お手元の方を見ていただくと、分かるんですけども、我々一人一人っていうのは、ここにありますようにこの廃棄物減量等推進員という、こういう名前で呼ばれてるんですね。でこの委員会の構成員として、これだけ参加している人がいます。で、ごみ減量に関するさまざまな意見交換、これ毎月1回、必ず第3土曜やってまして、いろいろお話をしています。で、うちの団体の特徴としましてはですね、他の団体とちょっと違うところは、市の担当職員、この方たちにも参加していただいているんですね。で、市の職員が参加しているということで、アイディア、我々から出たアイディアを、市の施策に反映しやすい、そういった利点があります。皆さんこんなんご存知でしょうか。おそらく大阪狭山市民なら皆さん必ず一回は見たことあると思います。皆さんも幾度となくね、このゴミの出し方、分け方、これね、ご覧になったと思います。実はね、毎年改定しています。この部分ですね、出てくるかな、出てきました。平成29年度版になってますね。以前はね、このゴミ分けガイドうちの保存版だったんですね。で保存版だったんですけども、やっぱり必要な情報をタイムリーに、市民に分かってもらう、ね、こういう目的がありまして、3年ほど前からこれ毎年改定することになったんですね。この見えてる部分だけでもですね、このシールの絵とかね、これ毎年その年の、これ毎年色変わりますよね。このシールの色に合わせたりして、市民の皆さんに分かってもらえるように、アップデートを続けています。それから、このようなゴミ減ニュース、これも皆さんご存知、ね、ご覧になったことがあるでしょうか。このような広報も、ね、年に2回行っています。今年で4年目のシーズンにこのゴミ減ニュースも入ったんですけども、最初の頃はですね、ゴミのシール、毎年4月か3月に送られてくる1年分の封筒に入ってね、その中にこのゴミ減ニュースっていうのが入ってたんですけども、それだとなかなか実際見ないですね。特にゴミ減量されている方は、ずっと前の年のシールが余ってて、ずっとそれを使っている。で上げた頃はもう年が半分以上過ぎているということで、これタイムリーな情報が与えられないということで、今回から広報に織り込みで、ね、入れてもらうことも始めています。これもね、これが最新号ですね。この春広報の織り込みに入れたいというもので、皆さんも見覚えあるかもしれません。南川地ワーストワン返上ね、我々一生懸命この平成二十何年から活動を始めて、こうビャーッと下がってきた、ね、嬉しくてしょうがありません。もう我慢ができなくて載せてしまいました、ね、これ中身、詳しいやつです。一番、今公表されている一番新しいデータというのはこの平成27年までです。でさっき の, ゴミ減ニュースにもこの平成27年のところで、ワースト1返上しましたって言ってね、千早赤坂村、それからこれね、河南町、ね、この辺を抜いて、ワースト1脱出したんですね。
で実はまだ公表はされてないんですけども、来年の春、平成28年のデータが、公になります。おそらくゴミ出ニュースにも載るし、広報にも載るかもしれません。大阪狭山市、実はですね、ずっとこれ、ワースト1どころか実はトップ3になっちゃったんですね。着実に大阪狭山市だけが他の市町村と違う動きをしている。まあ、我々の活動が全てこれに効いているとは思わないんですけども、やっぱりどっかこっかで皆さん意識があって、市全体として取り組んできた結果がやっぱりこういうことにつながっているんだろうなというふうに感じております。今年はこんなことをやっています。ゴミ面のこの委員会というのは8月が年度区切りになってまして、28年度今始まっているところなんですけども、まあ、毎月1回のこのゴミ部会の活動以外に、まあ、ニュースの作成、それとか狭山池祭りとか産業祭りはこれ毎年参加しています。まあ、特に今年ね、産業祭り楽しいことも企画をちょっとしております。あ、今年の計画これですね、産業祭り、狭山池祭り、これ同じですね、ほぼね、第9回の総会、まあ、こんなもやると。それからですね、こちらの方ですね、今年の目標としまして、どこやったっけ、あ、これですね、自治会等の市民団体による有価物の集団回収の推進。今まで順調にまあゴミ減らしてきたんですけども、やっぱりそれだけじゃ不十分だということで、ここからいかに減らせるかっていうのが、まあ、いろいろ政策を考えていかないといけないだろうということで、このここのこれですね、これを重要視。これ何かというとですね、要は古紙回収なんですね。古紙回収っていうのはおそらく自治会ごとにやっておられる、ね、と思うんですけども、ゴミ減量につながるだけじゃなくて、その団体の収益にもなるんですね。古紙回収したらそれが、そこに住んでいる方の、お金に変わるということで、これぜひ推進したい。だから新しく住宅地できているところとかね、まだ自治会のないところ、こういうところに訪問してですね、狭山市の地図で色塗ってここはないとか言ってね、でそういうところに、訪ねていってですね、ぜひ登録していただく、まあ、こういうことも始めています。それからお台所のゴミですね、この右上の方にちょろっとあるんですけど、このマークご存知でしょうか。これ実はね、農水省から出てるやつなんですね。もったいないをもう一度とか言ってね、ちょっと食品廃棄物、ね、これをいかに減らすか、ね、こういうことも実は取り組んでますね。家庭の衛生について、まあ、こういうことも、大事だということで、まあ、衛生につながるだけじゃなく、ゴミ減量にもつながるということで、これも、知恵を出して考えています、ね。それから、まあ、ここにはちょっと書いてないんですけども、やっぱり今まで、ゴミずっと減らしてきて、大阪狭山市はおそらく金額的にも負担が減っているはずなんですね。でその減らした分が実はどれだけ市民のためになったのか、これも今考えてもらっています、ね。お金に換算していくら得してるのか、ね、こういうことも出していきたい、ね。やっぱりお金気になりますよね。でまあまあこういうことをいろいろやって、市長へはこんな提言をしているということで、まあ、大きく出てますね。この目標値を設定、平成40年度、これ大阪狭山市が平成25年に掲げましたチャレンジ40っていう標語ですね。15年間のゴミ処理計画、まあ、これ僕委員長になってやらせていただいたんですけども、40にちなんでゴミ排出量 39%、 ちょっとむちゃくちゃなんちゃうかってある人には言われたんですけども、大きな目標を掲げております。でまあまあ今のペースでもし、ずっといけたらですね、実はこれ実現できるんですね。やたらむちゃくちゃ言ってたわけでも、まあ、ないんですけどね、まあ、目標は大きく、やっていきたいと、思っております。まあ、あとその他市と共同で、まあ、こういうことを続けていくと、ね。まあ、最後漫画なんですけどね、この漫画実はこの市民活動の、まあ、レジェンドと言われるような人なんですけども、京都大学 の、 高槻先生ってもう退官されたんですけどね、この先生が教育ロジーセンターというところのセンター長をされてます。でまあ、漫画得意なんですね。でこの一コマ漫画って言ってね、これはダイエット教室の漫画なんですけど、いろんなそのゴミに関係するようなことっていうのを一コマでこう一発で分かるように、されてます、ね。高槻先生のこの、ペンネームですね、高槻道なんでハイムーンっていうんですね、なかなかおしゃれですよね。まあ、こういうこともね、
一目見て、キャッチーで、まあ、アピールできるということで、こうして痩せましたってね、こんな感じをゴミ減量委員会は進めたいと思っております。以上です。ありがとうございました。